そして「星々が消えた」というホラー映画で使われたコンテナです内部は無限の空間であり死人した人は恐怖心の喪失と放浪願望中に侵入したいという衝動を抱きその後「閉所恐怖症」と「暗所恐怖症」を発症しますオブジェクトに関わったとされる映画スタッフは1995年7月27日を最後に目撃されていません現在までに真空と高温に暴露した遺体を排出するといった事案が25件確認されています